聖アレクシス伝は、11世紀成立の古フランス語の陰文聖人伝。ローランの歌以前に成立した初期文学作品の一つであり、フランス語史、フランス文学史上重要な作品とされる。作者不詳。詩形式は十音綴り5行で1施設を構成しており、計125節625行。客員ではなく、半解音を用い、 定数の施設である点を除けば、後の部君主との共通点が多い。文体の面でも一式と、当時法的単位の一致繰り返しく、施設同士の連結法などに交渉文学の影響を見ることができる。シリアのエフレムによるシリア語の詩は5世紀の初めに盛んにギリシャ語に翻訳されていた。その際、エフレムの名声のゆえに、 エフレムの作品ではないものも多く混入された。その中に、神の人と、キドゥーンのアブラハムとその名マリアデンという大変有名な聖人伝があり、これらはエフレムの作品かどうかは今のところはっきりしていない。前者の神の人の主人公は匿名になっていたが、ギリシャ語に翻訳される際、アレクシスという名前を与えられ、この形で今度はラテン語に翻訳され、 そして聖王中世の多くの言語に翻訳された。こうして、現存する最古の仏語文学作品である、聖アレクシス伝が生まれたわけである。ちなみに、後者のキドゥーンのアブラハムとその名マリア伝の方は、10世紀に、サクソン人の修道女フロストウィーターによって、劇作された。この作品は、サントアレーショコンヘソルのご作業として、天正19年に、日本に伝えられている。 このことに関しては、松原周一、東方の苦行像、聖アレクシウスの変貌、異教としてのキリスト教に詳しい、ありがとうございます。